の動画でも予告したように、今日は3月17日の16時かなに開通しました、新名神高速道路、亀山西から、新四日市経由四日市ジャンクションまでを、お送りしたいと思います。いつもあのカメラ関係写真関係の動画を、見てくださってる方、興味がない方は別にスルーしちゃってください。あとこれもう無編集で、早送りも何もなしでやります。退屈だと思うので、まあ、ドライブ気分で音楽でも聴きながら、やったらいいんじゃないでしょうか。見ていただければ。で早速亀山西ジャンクション、今通過しました。今左側に、見えてる側道が、今まで皆さん、まあ、僕も含めて通ってた、新名神高速道路、亀山ジャンクション向けの、道路になります。で本日、一応76キロオートクルーズで走行しております。燃費重視で76キロで走行してるんですけども、荷物が非常に重たいので、今日積載、まあ車両総重量25トンいっぱいいっぱい積んでます。で上り坂は当然遅くなりますし、下り坂は速くなりますんで、まあ、その辺ご理解いただけたら、だいたい20分ぐらいで、走破する予定でございます。でスマートフォンスタンドにスマートフォンを立てて録画しておりますので、路面の悪いところとかは、ちょっと揺れますが、そこはちょっと致し方ないということで、勘弁してください。では、ここからはほぼほぼ無言でいきます。はい、ではお楽しみください。2つ目のトンネル 4.13 キロ、結構長いトンネルになります。
ました。どうやらこの辺、鈴鹿市の積水圏の近くに出ましたね。実は私以前バイクのレースをやってて、鈴鹿市に住んでたこともあって、鈴鹿市の地形には長けてます。パーキングですね、鈴鹿パーキング。サービスエリアではなさそうです。新しくできた道路ということで、だいたいね、乗用車がどっと押しかけるんで、パーキング普通車は満車になってますね。別々に作る方がアホらしいんですけどね。建物2つ作んなきゃいけないんでね。橋で繋いでるんですね。森土橋トンネル、森土はそんなにお金かかんないんですけど、橋とトンネルは非常にお金がかかるんで、これは山を削ってますね。ここは、非常にお金がかかる工法で作ってあります。これ新名神もそうですし、新東名もそうなんですけど、すごいお金がかかる工法で作ってるんで、その
日本のね、その財政状況が赤字っていうことを考えると、まあこれはどうなんだって気もしますけどね。今ちょっと下ってます。すごい山削ってますねこれね。開通したてでちょっと交通量が多いです。早くも急ブレーキの跡がついてますね。昨日の16時に開通したばかりだぞ。まだ丸々24時間しか経ってないのに。はい、山を削った場所から今度は橋に出てきました。まあ橋というか今高架ですね。ここから橋ですね。お金かかってますねやはり。
色を楽しむ向きではないかな。まあこれは新東名とかもそうなんですけどね、特に新東名と、亀山草津間の新名神、ほとんどがトンネルと、山あいの地域です。景色はあんまり楽しめるもんじゃないですね。で、新名神も新東名もほとんどまっすぐの道路なんで、とにかく眠くなります私もその体力に自信がない時とかは旧の方に回ったりしますんでね、それぐらい眠たくなります。環状道っていう道路なんですけど、最終的には大垣を通過して、で奥美濃を通過して、で岐阜県の土岐市までつながる道です。まあ、これができたら三重県方面から、奥美濃のスキー場に行くような人たちは非常に楽になるんじゃないでしょうか。でもまだまだ先だと思いますね。養路のあたりが全然できてないんで、険しいところですからね。3.3 キロ、これは早いぞ。いつもは渋滞にはまってるっていうのもありますけどね。だいたいそうですね、ひどい時だと1時間半ぐらいロスする渋滞になってることがありますが、まあちょっと仕事が楽になりますかね。分かりにくい図ではありました。四日市ジャンクションに近づいてきましたが、動画を見ててこれ分かるかな、これ非常に分かりにくい案内です。絶対間違える人出ますねこれ。まあ神戸ジャンクションもそうなんですけど、新しいジャンクションはなんかこう複雑なジャンクションもやたら多いです。で神戸ジャンクションもドルート注意、間違いに注意ということが
ぱい書いてありますが、まあそんなこと言っても止まってみるわけにもいかないんでね、高速道路なんで、もうちょっと分かりやすくしてほしいもんですね。23分30秒、非常に時間短縮にはなったと思います。まあ、渋滞してなければ30分弱で来るルート、ですので、まあ5、6分の短縮になる。で、渋滞してるときははるかに短縮になるということですね。渋滞してるときと比べればはるかに短縮になるということです。まあ僕らの仕事は楽になったんですけど、果たしていくら建設費かかったんでしょうね。その辺はまあ、私らの関与するところではありませんが、お暇だったらね、ぜひ一度通ってみてはいかがでしょうか。今日の動画はこの辺で終わらせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。カメラ関係の動画は、また時間が、できた時にやります。結構ね、フィルムが2本ほど現像上がってきておりますし、ニコンのね、古いデジタルカメラの特集もやりたいですし、この間200円で買ってきた、ソニーのミラーレス一眼の動画も作りたいなとは思っておりますが、まあ、いつになるか、相変わらずいつになるか分かりません。編集とかにちょっと時間かかって、どうしても時間がないんでね、まあそんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、いいねボタンも押しちゃってください。よろしくです。